中国の交通では、中国の交通の概略や状況などを述べる。中国の首都、北京の道路の日常風景。中国の西域の道を行くキャラバンを描いた、モニュメント中国は、歴史上、各地に、道路、水路を整備するだけでなく、旗の始皇帝による古代道路、随大の大運河、東大のシルクロード、秋代の帝和による、回路遠征など、 世界の歴史上も有名な交通の整備、確保を行ってきた。チベットの馬と中国のお茶を主に交換したので、名付けられた伝統的な茶箱道も、今では国道、高速道路、チベット鉄道にとって変わられ、観光客が一部を利用するに過ぎない道へと変わっている。陸路を利用した陸運としては、鉄道、道路、市内の各種運輸手段があるが、 鉄道網が特に発達している。中国の鉄道は、国務院の鉄道部の管轄下で運営されており、主に長距離輸送手段として利用されている。中華の星など様々な試行錯誤の後、車両は主に海外の技術を使用し、2008年には、京神都市間鉄道が開業するなど、近年多くの路線が建設、開業されている。 中国の鉄道はこれまで電気機関車を使った長距離輸送が中心であったが近年は同社組という名称で上海から近郊の南京、蘇州方面や公州方面などへ編成されるようになり徐々に近郊電車として大都市への通勤に活躍するようになってきたまた近年多くの都市で都市内公共交通手段として地下鉄が整備されている 国道、一般道路も発展してきたが、21世紀になってからは、主に長距離輸送手段としての高速道路が発達している。それに伴い、自家用自動車の利用も増えてきた。国道は、国務院交通運輸部航路局が計画、管理を行っている。近年、中国の高速道路は、急速に整備が進んでいる。市内交通としては、 主に以下が利用されている。水路を利用した水運としては、海運と河川を使った輸送がある。主要水路は、国務院交通運輸部水路市が計画、管理を行っている。中国の東部、南部はそれぞれ太平洋と南シナ海に面しており、古くから海外との交易が盛んであった。また、沿岸回路も、盛んに利用されている。沿岸を通行する。 鉄道フェリーとしては、海安鉄道フェリーや北海鉄道フェリーもある。国立港、黄河、長江、玉江などの大河川を抱える中国は、河川上の水路も発達している。また、京杭大運河などの内陸運河も、広く使用されている。道路や、鉄道用、あるいは平洋の河川を渡る橋が多数、建設されている。黄河には秋尾に、蘭州に、 がが第一橋がかけられている長江には、新中国になって、武漢長江大橋と南京長江大橋が、道路、鉄道平用橋として建設され、21世紀に入ってからは、甲州湾海上大橋が建設された。また、高速道路や高速鉄道用の多くの橋が、建設されている。隣国と接する橋もあり、北朝鮮とは、王緑港を渡る。 中朝遊戯橋で結ばれている。トンネルは山岳を貫くものは多いが、河川を渡るトンネルは少なく、現在武漢、生徒など大河川上の大都市で、地下鉄用トンネルの建設が進んでいる。広大な国土を要する中国では、航空機も利用される機会も多い。航空路は、国務院直属の中国民用航空局が計画、管理を行っている。 中国国際航空、中国東方航空、中国南方航空の三大航空会社のほか、近年では海南航空グループ、春秋航空などの新興航空会社も台頭している。北京首都国際空港、上海公共国際空港の拡張、上海歩東国際空港、杭州白雲国際空港の新規建設など、巨大な建設プロジェクトが、 次々と実施されている。石油や天然ガスを産出する中国では、これらを輸送するパイプラインも重要性を増している。石油パイプラインは、新疆ウイグル自治区から上海までが完成しており、また、ロシア、東シベリアの石油を太平洋まで運ぶパイプラインの視線として、ロシアのスコボロディノのアムール川対岸にある黒川から、体系間の建設が進んでいる。 100度100下、同社組中国の都市交通の現状と、問題ロシアの石油の体系ルートの行方東、シベリア原油の中国ルートへのロシア側は不設完了。ありがとうございます。